今回はこちらダイソーからソーラーガーデンライトを購入してきたのでレビューします。でこれ2タイプありますけど、この大きい方が220円で、200円の方は、まあ、こういった取説がついてます。で見てみると、でまずここがソーラーパネルになってまして、開けるとスイッチがありまして、オンオフスイッチで、つきます。でここには充電電池が入ってます。これを塞ぐと光ります。でこのスイッチをオンにして、もう一度はめます。下の方はこれ抜いて差し込んで、これを土に差し込んで設置します。まあ、こんな感じのガーデンライトです。でこれが110円の方になってまして、まずシール類ちょっと剥がします。シール自体はきれいに剥がせます。で開けて、これもオンオフスイッチがありまして、オンにしますとこのように光ります。で上の方にこのソーラーパネルがありまして、こう塞ぐと光るようになってます。でこんな感じでつけて、こういう形で光ります。で下の方はまた同じように土に突きさせるようにできます。ガーデンソーラーライト追加で購入してきました。でこれが先ほど紹介したやつと同じやつで、もう一種類100円のやつがありまして、これがステンレスのタイプです。はい、このような取説がついております。でこれも同じようにここを開けてスイッチをオンにします。そうするとつきます。でこれではめ込んでつきます。でこれも下の方を抜いて反対にして、こんな感じで突き刺します。これと比べると若干小さいタイプで、色はこちらが白でこちらが黄色っぽい光になってます。では設置します。設置は簡単で、この下の棒を突き刺して、あとは上の棒を突き刺すだけです。明るい時はこのように消えて、暗くなるとこんな感じでつきます。こちらも明るい時は消えて、暗くなるとこんな感じでつきます。200円の方も明るい時は消えてまして、暗くなるとこんな感じでつきます。